さあ第2ラウンドです。青いグローブ尾崎、速い動き、出入りからのローキック、インロー、左インロースリップとなっています。佐藤選手、はい、やっぱりこの足への攻撃、勇気の方は効いていて踏み込みができないんでしょうかね。さっきのローキックも自分からバランス崩しちゃいましたね。はい、ダウンにはなりませんでしたが、そして前蹴り、この内訳はいかがですか。あ、いいと思いますよ、はい、上中下、そして飛び技もある、右飛び技、尾崎啓司、ドラゴンが飛んだ、立ち上がっています。勇気、もう一度ダウンを奪うと尾崎啓司、決勝行きが決まります。左右のパンチ、右アッパー、バックブロー、ほとんど動きが勇気の方は止まっています。熊久保さん、はい、まさにあの昨年ですね、水町博士を倒した時のような、そうです ね手の内を全て出す戦いぶりになっていますね。また尾崎選手、やっぱパンチがすごい的確になってますよね。威力も増しています、はい、やっぱ相手のパンチもよく見えてますしね、はい、あ、これも足が流れる、あの須藤信光にもらった一発のパンチが、対戦がドラゴンをさらに成長させています。派手なデザインのトランクスの下にはショートスパッツ、尾崎、左右のアッパーを返すのは勇気、しかし佐藤選手、はい、やっぱり明らかに速度が違いますね。そうですね、もう頭も効いてますし、はい、足も効いてますね。フラフラ状態になっているんですけれども、はい、それでも気持ちだけ、気持ちでは負けない勇気に、インドを渡すことができるのか尾崎啓司。あー、ストップですね。レフェリーが試合続行、ダブルと判断しました。尾崎啓司、準決勝 KO 勝利、勇気を下してファイナリストへの切符を掴んでいます。あ、これは致し方ないですね、最後のトッパーも、はい、まあ、勇気選手としては、ね、本当に悔しい負けだと思いますけどね。